賞日本酒学講師酒ディプロマ3冠達成の吉川明です。いつも日本酒女子の酒講座をご覧いただきましてありがとうございます。さあ今回はですね、日本酒をテーマにした日本遺産として初めて去年ですね認定を受けました日本遺産伊丹諸伯、そして灘の木一本下り酒を生みました名城地であります伊丹と灘五号について、それをテーマにしてお届けしたいなと思っています。ということで今回はですね、灘五号チャンネルとのコラボ企画というか持ち込みコラボということなんですけれども、私ね、井室さん、はい、よろしくお願いします。どうも灘五号チャンネル MC 井室大吾です。よろしくお願いします。はいはい。でね、私ね、はい、今こう言ってますけれども、はい、何をするのか全く分かってなくて。ああそうですね、これどうしたらよろしいですか。僕自身もあんまりよく分かってないんですけど。え、どういうことですか。そうだから、ある意味僕と吉川さん今まではね、はい、MC として、うん、ここにチャンネルをこう引っ張っていく立場でしたけど、はい、どちらかというと我々今巻き込まれています。そうそう、聞き酒師の資格取れました。おめでとうございます。今回僕はこうやって来てますけど、はい、うん、漏れなくこの人も連れてきておりまして。漏れなく監督です。こんにちは。こんにちは。え、お願いします。よろしくお願いします。はい、監督です。何するんですか今回。報告がありまして、はい、で、はい、今回なんとこの伊丹灘五号の日本遺産の公式アンバサダーにお二人が就任されました。おめでとうございます。 ありがとうございます。え、こんな光栄なことがあるんですって。任期がですね、はい、2021年の3月31日までになっております。え、どういうこと。はい、頑張ってきてよかったですね。なんかですね、ご褒美もらった気分ですけどね。嬉しいわ。で今回は伊丹氏の立花さんにもお越しいただいてまして、はい、あ、はい、立花さんにも、もう了承いただいてオフィシャルのアンバサダーということで。立花さん、見ててくれたんですね、僕のアナも頑張り。いや、どうぞ本日よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。嬉しいわ。もうお酒、日本酒についてはもうすごく詳しいお二人になられたかと思うんですけれども、はい、このアンバサダーとしてこの日本遺産については詳しいかどうかっていうのはちょっとまだですね。確かに、はい、まあ、お酒がテーマの日本遺産ですけど、うん、日本遺産についてはまだ勉強していただきたいことがたくさんありますので、うん、そんなお二人のためにクイズを用意しましたので、うん、それにチャレンジしていただけたらなと思います。はい、日本遺産ってそもそも何か吉川さん知ってます。まあなんか重要文化財とかそんなイメージがあります。まあそうです、重要文化財とかもたくさん今回の伊丹諸伯と灘の木一本の中には含まれています。伊丹と灘五号はですね、4つのストーリーから成り立っていまして、今日伊丹と灘五号が下り酒というふうに呼ばれた清酒を江戸に運んで最も有名な清酒となりました。そういった清酒のスタンダードを築いたストーリーというふうになっています。そのストーリーがなければ逆に日本遺産にならない。そうですね、日本遺産は、うん、まあ、文化庁が認定されて、文化庁が認定して日本遺産というふうに登録されるわけなんですけども、うん、今全国で104つ日本遺産があります。はい、うん、なるほど。しかも日本酒をテーマにして初なんですよね。初、その通りです。はい、うん、日本全国いろいろ日本酒は作ってると思いますけども、日本遺産として認定されたのはここの伊丹と灘五号一つだけです。すごい。いやで、この立花さんがこの阪神館日本遺産推進協議会事務局で、伊丹市の都市ブランド観光戦略課というところの方で、うん、この日本遺産の推進に中心的に取り組んでらっしゃる方になります。はい、じゃあ何を聞いてももう詳しくもう分かりやすく答えてくださるということですね。分かる範囲で。はい、今回4つのストーリーにきちんと分けた皆さんに知っていただくための、まあ、こういったパンフレットも用意してまして、はい、でそこからの出題ということで、はい、いいですかね。はい、はいはい、一つ一つのストーリーを立花さんに解説していただきながらクイズに挑戦してもらいますので、はい、心してくださいね。わ、はい、かりました。負けた方はちょっと罰ゲームもあります。負けた方が視聴者の方に自腹で日本酒をプレゼントして。どういうこと。なんで急に自腹とかいうワード使うんですか。いやでもなんか飲んでもらいたいから私全然、まあ、うん、自腹切りますよ。ちょっと待って。じゃあ一つ目のストーリー、まずは立花さんの解説。はい、まず私の方からストーリーの解説をさせていただきます。はい、ストーリーはですね4つに分かれておりまして、1つ目ですけども、
1つ目は墨酒の出現と痛みもろ白となっております。江戸時代より前は日本酒は白く濁った濁り酒というものだったんですね。それが一般的だったんですけども、今のその清酒と呼ばれる、透明な日本酒の製法が痛みで、確立されまして、痛みもろ白と呼ばれ、江戸で人気を博しました。はい。でまた上方からその送られる日本酒ということで下り酒というふうに呼ばれていました。これが第一のストーリーとなっています。はい、なるほど、ありがとうございます。痛みが清酒発祥の地というのはご存知でしたか？はい、知ってました。この辺はちゃんと勉強するんですよ。聞き酒師の教科書にも、ね、書いてるんです、ね、書いてるんです、はい、そうなんですよ。なるほど、じゃあそんなお二人には簡単な問題かもしれませんが、では一つ目のクイズいきますね。早速いくんですね。はい、問題を、僕が読みますので、はい、お手元の丸バツありますね。はい、それで答えてください。はい、はい、はい、ではいきます。痛みで確立された製法として清酒を作る際、麹米と掛け米両方に精白米を使うのが現代でも一般的となりましたが、はい、それまでは麹米には精白米、掛け米には玄米を用いた片白という濁り酒が一般的であった。はい、丸か×か。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。なんかなんとなくそのテキストで読んだことある気もするし、うん、なん聞き覚えは、聞き覚えはあります、ありますよ。あ、この間聞き酒の資格取りはったからその辺バッチリちゃいます。うん、うん、うん、ちょっと待ってよ、なんか引っ掛けられてる気もするし。私もそれ思います。はい、丸か×かなんでもういけますかね。あ、なんか引っ掛けありそう。うわー、これ難しいな。なんかでもそうっちゃそうなんですよ。そうっちゃそうですね。そうだよっていうことなんです、うん、でもどっかに、うん、もう分かってるんですか？かけ米、かけ米と麹米で私ちょっとその辺がちょっと悩ましいところですね。なるほどね。ちょっと今のヒントですね、だいぶ重要なヒント言っちゃいましたね、うん、大悟君に。もうちょっとそれぞれヒントは当たってます、うん、はい、いいですか？はい、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 じゃあお二人回答どうぞ上げてください。丸。自信は？いや、半々っすね。半々っすね。かなっていう。吉川さんは？はい。半々。半々ぐらい。ちなみにこれはどうですかね？この答えに対して。立川さんは？いいところまで。いいところまで。いいところまで、お考えになられていて。あ、逆やったな。あと。あ、まあいいや、いきますね、じゃあ、はい、正解は×です。いやーもうくわー、指定はすごく良かったと。惜しかったっす、はい、掛け米と麹米が逆やったんですね。もうおっしゃる通りです、はい、麹米には玄米、掛け米には精白米、うん、そうかそうやわ、だってそらそうやん。吉川さん、本当すごいですね。もう引っ掛けっていうところまで見破りかけていた。いや、だからどっちかでしょ、うん、僕もそうやと思ったうわ悔しいな、はい、悔しいな。問題のレベル結構高いっすよ。高いですね本当。じゃあ気を取り直して第2問いきましょうか。はい、はい、じゃあ橘さん、はい、2つ目のストーリーお願いします。はい、はい、2つ目のストーリーは、六甲山の恵みと丹波当時が生んだ灘の木一本です。痛みから、清酒作りが時代の流れで移り変わり、台頭したのが灘五号です。現在でも全国の清酒生産量の約4分の1を占めています。発展した背景には六甲山の恵みがあり、灘五号の一つである西宮号で組み上げられる酒造りに適した宮水、また芦屋川の急流を利用した水車精米、六甲山から吹き下ろす六甲おろしと呼ばれる季節風、そういった地理的に、酒造りに非常に適した地域でありました。またもう一つ酒造りに欠かせない要素として、六甲山の北側丹波地方から招いた丹波当時の、存在がありました。彼らは缶作りや三段仕込みなど技術や道具の改良を重ね、現代の清酒造りのスタンダードを築き、伊丹や灘の名所を作り上げただけでなく、全国に指導に行き、地方の清酒造りの原型まで作ったと言われています。
で、これが2つ目のストーリーとなっています。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大正解です。ありがとうございます。大正解。よくご存知で。さすがです。ね、はい、じゃあそれを受けて、はい、2問目をちょっと私から出したいと思います。はい、かかってこい。そこのお手元のスケッチブックで、あ、スケッチブックで答えていただきたいと思います。はい、そんな丸バツではないんですね。はい、こっちの方が難易度上がりそうですね。いけるかな。はい、では2問目いきますね。はい、はい、ではちょっと資料がありますので立花さんから配っていただきます。はい、回します。はい、すみません。なんなんですか、これは。何ですか。ですね、丹波当時、お話出てきた丹波当時に関する問題になります。丹波当時は皇帝の時間やタイミングを測るために酒造り歌と呼ばれる歌を歌いながら酒造りをしていました。皇帝によって、元すり歌や秋洗い歌などそれぞれの皇帝を表現した歌っていうのがあったんですね。で、そこでお二人に問題です。そこの資料に書かれてある歌、はい、その歌詞を見ていただいて、はい、読んでいただいてタイトルを考えてください。当ててくださいね。タイトルを当ててくださいですって、はい、これ難しいんちゃいます。これ、まあ、あれですよね。これがその酒造り歌、丹波当時が歌っていた、うん、はい、いつもお綺麗のお風呂上がり、いつも心が和やかに、うん、そう。で、ちょっとその前の4行が、うん、解説になるのでちょっと僕が読み上げます、うん、夕食と晩酌をいただき風呂に入った後、その日仕込んだもろみに貝を入れる時に歌いました。まだ貝が硬いために力が入り、ゆっくりとしか貝入れができませんでしたっていう解説なんですけど、ほうその時に歌われていた歌だと。その時に歌われていた歌ですね。んで、ちょっと難しすぎるので前半の方がちょっとだいぶヒントが入ってますね。前半の方が、この歌詞の、この歌詞の、解説も歌詞も両方。え、晩酌もお風呂も終わった後って言いました。晩酌、夕食と晩酌をいただき風呂に入った後、その日仕込んだもろみに貝を入れる時に歌ったんです。これちょっと待って、本当にこれ黒柳徹子さんしか答えられないんじゃないですか、この問題。これこれマジ世界不思議発見レベルですよ、これ。その中になんか言葉で、その言葉からなんか取ってきてとか、この歌詞の中に、そのタイトルがあります。ないのか。おい、ヒントをよこせ。そういうことがあるかもしれません。かもしれません。あの、あれです、菊正さんの資料館の時に、あの、戻すりのところで、これでこう、そうです、そうです、ね、流れてたあれですね。あの時にだってね、そうそうそう、酒造り歌ってます。あれ、酒造り歌の中のタイトルですもんね。そう、はい、できました。はい、はい、じゃあ行きましょうかね。もう同時に出してもらいましょうか。はい、はい、じゃあ行きます。答えをどうぞ。はい、はい、じゃあ吉川さんからは、酔っ払い歌。ああ、なるほど、うん、晩酌って入ってましたもんね。そうなんです。しかも、まあ、お酒作り、お酒飲まんとやってられへんわっていうぐらいやっぱ体力もいるので、うん、で、やっぱりこう、お酒飲みながら飲んだらダメなのかもしれないんですけれども、そのぐらいの勢いでこう、あの、うんうん、貝を入れてこう、モトスリーとかもしてたのかなっていう思いました。力もいるって書いてましたもんね、はい、なんかそれっぽいな、酔っ払い歌。なるほど、はい、じゃあ大吾くんは、貝入れ、貝入れ、湯上がり、卵肌歌ですね。なるほど、ツルツル、そういうこと。あんたからツルやんか、なんかこう、湯上がりかな、頭、体拭いてみたいなことを言うてはったんかなと思って、その動作でね。もう、でもまずタイトル長いな。答えは、もう立花さんから言ってください。はい、はい、答えをどうぞ。答えは、風呂上がり歌です。うわあ、誰が欲しいわ。いや、もう大正解でしょ、うん、もう起きれちゃいます。いや、ほぼ正解だと思いますね、うんうん、はい、湯上がり、卵肌、これどうします、正解出しますか。そうですね、はい、正解で。やった、ほんまにちょっと超サービス、真剣に考えて
よかった、缶入れとか実はカッコなんですよ。しかも賞なってますからね。別にカッコなんですよ。やったー、嬉しい。まあ、あの、うん、まあ、湯上がり、風呂上がり、うん、まあ、似てますから、うんうん、まあまあ、酔っ払う歌もね、あの、悪くはなかったけれども、どうした？なんか、もうちょっと情景が歌舞台撮るでもよかったんじゃないかなって感じです。いきなり先生感出してきましたね。お前急に変わるから。よっしゃ、一問取りました。嬉しい、ほんまに嬉しい。じゃあ優しいですね、吉川さんで。この正解をあげるなんて。1-0です。じゃあ1-0です。よっしゃ、はい、じゃあもう早速次、はい、3つ目いきましょうか。はい、はい、じゃあ立花さん、3つ目のストーリーをお願いします。はい、3つ目のストーリーは、下り酒と樽海鮮です。伊丹と灘五郷から江戸へ届ける清酒は下り酒と呼ばれていました。江戸時代末期には1年間で100万ダルもの清酒が江戸へと下り、江戸の需要の8割を供給していたと言われています。樽海鮮と呼ばれる清酒専用の船で輸送され、荒波で樽が壊れたり潮風で味が変わらないよう菰で包む菰樽が開発され、この菰樽を作る技術は尼崎市内の企業が継承しています。これが第3のストーリーとなっています。はい、はい、ありがとうございます。ではそれを受けて僕から3つ目の問題です。はい、物好きの江戸っ子がいち早く江戸に入るお酒に、高値をつけたことから新酒番宣というレースが当時行われていました。それは、港から江戸まで届けるときに誰が一番早く届けるのかっていう、江戸時代なのになんか X ゲームみたいなすごいゲームやってたんですね。ゲームじゃない、レースをやってたんですね。で、ここで問題です。その最速記録は1番から3番のうちどれでしょうか。3択ですか。3択です。次は3択、はい、なので、1、2、3で書いてください。1番28時間うん、2番58時間3番65時間これどっからどこまでの、ここの、阪神の、はい、ここのまさに、まさにこの港から出発して、あの江戸まで、船が入るまで、うん、はい、その時間になります。ちょっこのどれもどれもなんかありそうですもんね、時間的に。子供の頃フェリーに乗ったのどれぐらい乗ってたかな。今と昔とまた違いますもんね、江戸やから。江戸時代、そうですね、まあ、うん、動力もきっと違うでしょうし、違うし、しかもお酒ってめっちゃ重量重いじゃないですか。そんな早く進まへんやろうし、こんなレースやってたんですね。すごいですね、面白いですね。めちゃくちゃ面白いですよ。それで1位になったところのお酒って結構なんかええ値段で売られてたりとか。そ、まさにその通りですね。で、あの、うん、あ、ごめんなさい、あ、はい、ね、なんか、ね、練り歩けるみたいです。一番だっていうので、うん、その江戸の街を、うん、パレードみたいな、パレードみたいな感じで、はい、ちょうどこう赤い法被を着て練り歩いたみたいですね、うん、はい、そっか、私かけました。すごっ、今はもう見逃さなかった。一瞬で書いた大悟くん。はい、僕はこれかな。はい、最速記録なんですもんね、うん、そう、そうです。はい、OK です、わかりました。はい、じゃあお二人とも答えをお願いします。はい、お、両方2番。何番、何番、おー、これなんでそう思ったんですか。え、なんで、完全な勘ですか。いや、だから今の船の動力とは違いますから、それの何倍ぐらいかかったのかなっていうと、28時間は早すぎるんですような気がするんですよ。まあ、ほぼ1日、うんうんうん、だから58時間か65時間のどちらかで、うん、実は65時間っていうのが大体の平均タイムで、それを上回って58時間という最速を叩き出したっていうことで、この3つの三択になってるんじゃないかなと思います。すっごい深読み、深読み、うん、かなと。素晴らしい推理ですね。吉川さんはもういいですか。私はなんかね、なんかバーって資料を見たときに50何時間っていう記憶してたんですよ。樽海鮮のちょっと学んだときに50何時間で記憶してたんですよね。うわ、なので
ここで50何時間で2個なかったから、あ、多分こっちかな、2番58かなっていう。50何時間台が1個しかなかったから、この3択の中に、うん、これかなっていう。おお、数字でちょっと記憶してたんですけども、これいってんちゃいます、はい、じゃあ答えにいきますね。はい、正解は2番の58時間です。よっしゃー、本当に嬉しいね、本当に嬉しいね。こういうのまさか当てるっていう、やったやりました。これは深読みは分かんないですけど、平均タイムが65時間かどうかはちょっと僕も分かんないです。まあなんとなくそんなんなんちゃうかなと。で最終問題4つ目いきたいと思います。はい、はい、じゃあ立花さん、はい、ストーリーをお願いします。はい、4つ目のストーリーは静岡が育んだ文化です。静岡たちは伊丹と七五郎の清酒が江戸で人気を博したことで、気づいた富をこの地域の発展のために、芸術や教育、建築に注ぎました。御影郷の白鶴加納家 7代目加納治兵衛によって設立された白鶴美術館や、本日の会場であります淀工芸品館は桜正宗の山村多左衛門が世界的な建築家フランク・ロイド・ライトの設計で国指定の重要文化財となっております。また菊正宗加納家と白鶴加納家、桜正宗山村家の志を受けて奈良中奈良校の創設もされたとなっております。それらは阪神館モダニズムと呼ばれる近代文化復興に大きな影響を与えました。こちらが4つ目のストーリーとなっています。はい、ありがとうございます。なるほど。この今回の撮影の会場をお借りしている淀工芸品館も関連する問題を最後に出したいと思います。はい、はいはい、最終問題は2択です。はい、で1番か2番かフリップで答えてください。では問題言いますね。はい、莫大な富を手にした当時の酒造家たちは茶の湯会で教養を磨いたりビジネスの情報交換などを行い、現代でいうサロン的な位置づけで、それぞれが切磋琢磨をしていました。その中でも関西を代表する大物財界人が集う18会という会に若き頃の白鶴酒造7代目、加納治兵衛や菊正宗8代目加納治右衛門が 名前を連ねていました。この18会の18の由来は、今から言う1番2番どちらでしょうか。わ、難しい。18回とか初めて聞いた。はい、はい、1番、はい、メンバーが18人だった。うん、2番毎月18日に開催されていた。うわー、どっちもありそう。どっちもありそうなやつ。これは難しい。最後の最終問題の2択。18人か18日かってことか。いやでもこれね、そんだけのまあ忙しい人たちですよ、はい、が必ず毎月同じ日に集まれたかなっていう疑問もあるし、うん、あのどんどん文化的な人が入ってきてメンバーって増えていくような気がするので、うん、ずっと18人だったのかというところもあるし、うん、そこで僕は今揺れています。まあでもきっとね、発起人みたいな人がいて、最初の初期面ってことですね、がっていう可能性もあるかもしれない。すごいめっちゃ笑ってます。初期面ってちょっと初めて聞いた、そうか。お茶会とか言ってはっそうですね。で、私お茶やってて、うんうん、お茶会って何日って結構決まってやるんですよ、うんうん、例えば10日やったら10日、毎月10日みたいな。なのでそうか、日にちかなって私思ってしまったりするんですよね。そうか、だから18日ってしといて別に全員必ず集まらないといけないわけではないですもんね。お仕事とか忙しい、うん、方やと思うので、なんかそういう感じもするしな。はいはいはい、書きましたか。はいはい、はい、じゃあ、はい、お二人ともお答えを出してください。おお、割れましたね。あ、割れた。1番吉川さんが2番。2番です。はい、だから初期メンバーの人数、毎月18日に開催、うん、はい、さあどっちですかこれ。どうかしら、はい、ちなみに最終問題なので、はい、これを答えたら、18ポイント入ります。ちょっと待て、ちょっと待て。絶対に最終出た。ちょっと待ってください。いや、これね、
たらもう絶対勝つじゃないですかね。チャンス問題ですね。それ最初言ってくださいよ。書いてから言おうと思う。あれ俺、あれ2度間違ってた。書いてから。どうしようかな。もうちょっとだけな。もう悩んでましたね。じゃあ答えいきますね。はい、答えは2番18日ですね。まさか。やっぱお茶されてるからってすごい、なんか正解の導き方が、お茶やっててよかったわ。大吾さんから視聴者の方に、お酒のプレゼントなんですね。もうよろしくお願いします、ね、忘れてた。自腹、自腹でもちろん。いや、まあ、まだ痛みのいいお酒を飲んで、この魅力をあなたの舌で味わっていただきたい。じゃあ、プレゼント、痛みなどのお酒をプレゼントしていただくということで、はい、はい、じゃあ前半終わりますので、立花さんどうも、はい、ありがとうございました。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 ということで、すごい盛り上がりました。で、後半はですね、死ぬまでに行きたい日本遺産伊丹灘5号文化祭15選なんです。でそちらの方は55灘5号の、ね、公式チャンネルの方で皆さん楽しんでください。ということで皆さんチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。以上、日本酒女子の酒講座でした。またね、今回はコラボバージョンです。